はい、お疲れ様です。お疲れ様です。宮崎県宮崎市にある道の駅フェニックスさんに到着いたしました。はい、時刻はもう9時33分となっております。明日宮崎観光を予定してますので、夜のうちにちょっと走って宮崎入りしました。さっきまでね、鹿児島にいたんですけど、やっと宮崎の方に到着いたしました。宮崎に今到着しておりますが、暑い暑いねT シャツのまんま外出て全然普通です、なんなら今車の中は暑い。扇風機使ってまさか使うことになるとは。あれだけ私が持ってきて笑われていた扇風機を、はい、ママは基本的に荷物かさ、だけど寒い寒いってさばいてて、あれも欲しいこれも欲しい、絶対寒いよって言って扇風機を持ってくるんですからね意味がわからない。今かけて本当に風が回って気持ちいいです。今気持ちいいです。ちなみに車内23度かな、 22.9 度って出てますけど、多分23度ぐらいだと思います。外気温はね、ちょっと道の駅なので、外は出してません、じゃあちょっとお腹減ったので、今日はご飯にしましょうかね。はい、本日のご飯を紹介します。はい、お願いします。はい、昨日泊まった道の駅ひわきで買った鶏刺身皮です。はい、はい、そしてこちらが道の駅たる水で買ったカンパチのお刺身、これも同じところで買ったさつま揚げ、そしてこのね、道の駅ひわきのレジにいたおじさんが、これどうやって食べればいいですかって聞いたら、九州の甘いお醤油にすりおろしたニンニクを入れて食べて美味しいですよって言われて、お醤油買ってきました。で、買ってきたさつま揚げとちょっとカンパチもこれで、ちょっとみんな食べてみようかなと思って、いただいてみたいと思います。はい、はい、りゅうちゃん、これで遊ぶの？シャークンで遊ぶの？あ、シャークンじゃないね。これ食べんの？まだりゅうちゃんカンパチあるから。いただきます。いつものホットサンドメーカーに入れます。とりあえず1種類ずつ、じゃあまず道の駅ひわきのレジにいたおじさんにおすすめされたこのニンニク醤油でいただきます。ニンニクつけでいただきます。うん、すごいコリコリ、おいしい。美味しい、あ、よかったです。あ、美味しい。あ、いいじゃないですか。私じゃあこのカンパチ1枚どうぞ食べてみたいと思います。ちなみに私あんまり魚は得意ではありません。得意ではありません。本当にいい魚しか食べられません。このおすすめのお醤油をつけていただきます。間違いないです。美味しい。めちゃめちゃ美味しい。これは美味しいですね。僕は脂がめちゃめちゃ美味しい。あ、そう。臭みとか全くない。じゃあこの丸いやつも食べてもらっていいですか。丸い方食べてみます。いただきます。ゆずこしょうって言ってる、たけちゃんゆずこしょう。あ、チーズが入ってる。あ、こういうこと。これは禁じ手を使いましたね禁じ手なんだチーズ入れたら美味しいに決まってるじゃないですか美味しいですよ。カンパチ美味しい。これ絶対買ってください絶品ですカンパチ。あ、そう。ルーちゃん、じゃあカンパチ食べる？ルーちゃん、ルー、カンパチ食べる？お、カンパチ食べる。カンパチ食べるか。もうちょっか。じゃあカンパチ食べよう。どうぞ。食べない？食べ、え、食べないの？こんな極上カンパチをあなた食べるじゃん。どう？美味しいでしょ？あ、じゃあこっちおいで。あ、こっちおいで。はい、お座りしてて。美味しいでしょ？初めてのものだからさ、警戒するんだよね。うるせえのが来た。
聞こえますか？道の駅フェニックス、結構うるさいです。道の駅フェニックスね、やからが多い。やから多いです。暴走族いっぱい来ます。いっぱい来てます。うん、道の駅フェニックスはね、車中泊でもね、結構ね、車中泊の車いるんですよ。いっぱいいる。あとトラックも止まってるしね。うん、だからそんなにあれなんだけど、うん、怖い感はないよね。これうちらだけがさ、車中泊の車でさ、なんかボン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 いたら嫌だよね。怖いよ。なんかいろんな人がいるって感じ。やからもいるし、車中泊の車もいるし、なんか夜デートしてるカップルの車もいるし、仮眠で休憩してるトラックの運転手もいるしみたいな。いる。いろんな人がいるね、ここね。聞こえますか？やからです。いっぱい来るよ。すんごいね。うん、うるせえよ。クソガキうるさい。とにかく九州は広かったです。とりあえず、まあ、回りきんないね。そうだね、1週間では回りきらない。そうだね、うん、これでも佐賀行ってないからね。長崎も行ってないからね。長崎も行かないし、佐賀も行かない。鹿児島まで降りてきちゃうと無理だと思うよ。熊本、宮崎、鹿児島の3県でやめときゃよかったんだよ。大分行かないで。うん、でも大分がすごかった。大分だって、大分って何があった？大分何言ったか覚えてる？覚えてるよ。さあどうぞ。大分はね、やんあれだよ、ヤバ系とかね、地獄巡りとかね、詐欺りだよ。地獄巡りか。九十大吊り橋ってすごいじゃん。ジオンの滝は行けなかったけど、4つ行ったよ、頑張って。そもそも詰め込みすぎてるんだよね。そうだよ。1日にね、予定をね。1週間だったら、熊本、鹿児島、宮崎かな。違う、鹿児島じゃなくて、大分、熊本、宮崎で。下行かないんだよ。大分、あ、南急なしで。そう、大分、熊本、宮崎行って、こっちの下に行っちゃうと時間がかかっちゃう。時間がかかっちゃうから、下行かない。鹿児島行かないっていう選択肢があったら、多分ここ回れるはずだよ。うん、1週間あれば。まあね、うん、鹿児島行きたいじゃん。そう、何がしたかった。九州来て鹿児島行かないという選択肢はないでしょ、まず。なかなか、まあ1週間で全部は無理だね。移動で終わっちゃうね。そうだね。ああ、まず感想としてはね、1週間の予定で全部回ろうとするとほぼ移動で終わる。終わるね。そう、まあ、では、そんな感じで、はい、明日、はい、明日もまたね、張り切ってやっていきましょう。なるべく早く、はい、それでは今日はこの辺で寝たいと思いますので、はい、また明日の朝お会いしましょう。はい、はい、おやすみなさいませ。おやすみなさい。こんなにすごかったんだ。綺麗だね。あそこ行く？うん。これがフェニックスの朝です。時刻は6時半を回りました。道の駅フェニックス前の展望デッキみたいになってるんですけど。昨日はね、やからがすごかったですよ。うん、やからのフェスでしたよ、ここ。昨日の夜ね。すごかったね。やからフェス。ずーっとフェス。2023。ルちゃん行こう。2023秋、やからフェス。やからフェスだったね。トイレの前に何人ぐらい？ 20 人ぐらいいたかな。2グループ、2グループ。ずっといたもん。もっとだよ。あ、そうだね。うん。すごかったよ、人が。まあ、害を与えるような子たちではなかったけど、昔のたちの悪い暴走族に比べると、まあね、100倍安全だったけどね。ただね。はい。出発の準備が整いました。やっと整いました。おはようございます。はい、おはようございます、はい。走行モードに切り替わりました。はい。はい。じゃあ次の目的地は青島でございます。青島で。はい。道の駅フェニックスからですね、5キロぐらいで行けますので。はいはい、大丈夫、はい、行きます。はい、安全運転でよろしくお願いします。はーい。
無料なんだね。あ、じゃあここにしよう。青島神社、うん、参道入り口。お姉さん行ったよ。あのお姉さんについていけばいい、うん、あっちずっと行けるんじゃない。さあこれが向こう青島ですね、うん、行ってみましょう。さあこれが青島の黄色いポストでございます。これなんで黄色なんだろうね。来て来て。豊玉姫と山幸彦、なんかラブレターのやり取りをしたという伝説があるそうです。うん、まあそれにちなんで、ゆうちゃん危ない危ない、ポストを設置したんですけども、海に映える黄色の方がいいんじゃないかということで、幸せを呼ぶ黄色いポストとなったそうですよ。あ、そういうことなの。はい、はい、弥生橋です。さあルーちゃんも弥生橋を渡ってますよ。青島神社でございます。到着しました。はい、ここが鬼の洗濯院が住まれているところです。ちょっと見えるね。ちょっとだけね。うん、全部一面ずっとあっちまで。すごいね。ね、あ、すごいね。上から見るとこんな感じになってるんですね、うん、本当だ。これどうやってできるかっていうと、硬、うん、い地層と柔らかい地層がずっとこう均等に折り重なってって、うん、でまあ、この地面がこう隆起して海面に出てきた時にこう波で浸食されるんだけど、結局柔らかい層と硬い層があるから、柔らかい方って先にこう浸食されていくじゃん。だからこういうしましまデコボコになってくらしい。お前のかっこいい。ああ、いいですね、躍動感がある。季節限定品って書いてる。あ、おはようございます、はい、こちらお願いできます。こちらはもう紙のみになるんですけど。あ、そうなんですか、はい、じゃあお願いします。こっちで、こちら、はい、1000円。こっちは書いていただける。こちらは書きます。書いてもらえば。じゃあ1000円なんですけど、はい、これと両方で。これはあ、いります。すみません。お参りはこれから、はい、お帰りにやりください、はい、お願いします、はい。先生、なかなか大盤振る舞いしましたね。ちょっと頑張っちゃいました。まあでもいいんじゃないでしょうか、せっかくなので。これないところなので、はい、いいと思いますよ。これしかない、小銭が。おっと、チャンネルの場所持金51円になってしまいました。わかんないけどさ、一応神社だからここまでね、一人ずつ行こう。あれ、ペット OK だったような気がするんだけど。本当大丈夫、抱っこしてれば、うん、聞いてこようか。うん、すいません、この中って犬が抱っこしててもダメですか。はい、犬って抱っこしてても。あ、大丈夫ですよ。大丈夫です、はい、あ、ありがとうございます。ワンちゃん OK だそうです。さあ手を清めて、うん、ありがとうございます。おっと先生。はい、ここもよ、はい、タイのイケスがありますね。やりましたよね。1匹300円でございます。おみくじはやめましょう。今回はちょっとやめときましょうか、はい、所持金も51円しかないので。さあここがエマのトンネルですね。あ、絵になりますね。ママ写真撮ってあげるよ、インスタ映えしますよ、うん、早く。すごい倒木もそのまま残ってますね。南国って感じだね。ねえ、福の宮とか本宮とか言うね。うん、何これ、マズナの海文。ここ青島は2400年前の隆起海嘯に、貝殻が蓄積してできた島である。貝殻が蓄積してできた島なんだって。あ、そうなんだ、うん、よって青島の別名マズナ島っていうのかな、マサゴ島か、マサゴ島というのかな、とも言う。へー、でこういうのが祀ってあるんだね。あ、
すごい。これをどうするの？投げるの？投下しようか。そうなんだね。天の平かってんだって、これが。はい。でこの貝どちらかに願い事をこう、うん、ああそういうこと。投げるっていう。やる？どっち？貝？なんか念の強そうな方。どっち？うん、いい。はい。二礼。さあ、頑張ったの一番奥に。あそこ。すごいことをしてくれました。やり直しカットで。信じられない。さっきのがなしになりますようにって願っとけば。あそこ、あそこを一応めがけてみればポーンって。いやそれは難しいだろう。え意外とそれ難しいよ。まあいいよ、好きに投げてもらう。こうでしょ、うん、あはい、はい、ありがとうございました。最悪。動画的には笑えるけど。でも多分1枚目は願い事が載ってなかったんだよね。なんで？なんか小声じゃなくて心の中って言ってた。声出さなかった。だから、いや注意されたんで。そう、だからそれじゃちょっと叶わないよ、うん、聞こえないよって、うん、もう一回買って物は考えよ。やりなさいって言われたの。はい、どうぞ。ありがとうございます。さあ見せてください。はい、こちらが書いていただいたやつですね。お、立派ですね。立派です。はい、これが木置きの御朱印です。おー、わ、綺麗。あ、綺麗綺麗綺麗。これ見開きで貼るの。あ、そういうことなんだね、うん、これ季節限定だ。秋物で。そうだね、うん、お、伊勢海老が立派ですね。そうですね。はい、というわけでいろいろありましたけど青島神社でございました。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなかエマのトンネルがめちゃ綺麗なので。綺麗だね、うん、あの一見の価値ありですね。はい、はい、ぜひぜひ見に来てみてはいかがでしょうか。はい、はい、じゃあ以上青島神社でございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ガー、おー、なんか来た。お、トゥクトゥクだ。ママトゥクトゥク。すいません、撮影しても大丈夫でしょうか。撮影しても大丈夫でしょうか。いいです。はい、ごめんなさい、業者さんだったんですか。すいませんでした。いい、全然全然。すいません。すいません、お忙しいところごめんなさい、はい、ちょっと買い物するのにちょっと撮らせていただいてもいいかな。すいません、ありがとうございます。はいはい、こちらお土産屋さんですね。すごいいっぱいお土産があって、うわ、おいしそう。あ、おいしそう。あ、柚子胡椒売ってる。すごい店内が広くて、飲食スペースも向こうにあるんですけど、あ、これ何、ドレッシングおいしそう。これおいしそうだよね。うわー、すごいな。やっぱりマンゴーを使ったものとかお魚系が多いですね。あ、メカブ茶、これお茶なんだ。すごいすごい。あ、美味しそうだね。ごめん、小餅、キクラゲ、あ、美味しそう。これ買いたいんですけど、これ買いたいんですけどね。お酒もいっぱい売ってる。芋焼酎なんだね。青島ライスにチキン南蛮、日替わりのパスタサラダとかいろいろあります。これか、1200円。安っ、食べたい。これは外でワンちゃんと一緒にご飯を食べるなんてことはできないですよね。そうですね、外にはないので。ありがとうございます。
お願いします。ありがとうございます。どうも、お待たせ。ねえ、何買った？キクラゲの佃煮みたいなやつなんだけど、すごい美味しそうだったから。キクラゲ、うん、あ、安いよね。安いね。聞いたんだけど、食べるとこないんだよ。あ、ルーちゃんと、うん、そうなんだ。外にはないの。綺麗なお庭があるんだけど。お土産屋さんの青島屋さんでした、はい、ありがとうございました。これちょっと裏口なのかな。表はどっち？表多分向こう回ってみようか。あ、これですね、青島屋さん。はい、青島屋さんです、はい、ありがとうございました。たまにあのイケメンの業者さんがいらっしゃいますね。あ、そうそうそう、すごい優しいイケメンの業者さん。あ、これ正面ですか。これ正面ですね、はい、何気におすすめですね。うん、店長さんすごいいい人だったよ。本当？うん。トリーソフト、あれ、ちょっと待って、これ食べますか。これ1個食べましょうか。はい、これ何がいいですか。ですね、お任せします。鳥にしましょう。鳥もみんなついてます。あ、そういうことです、はい、それは大変失礼いたしました。キクラゲソフトって言おうとした今。キクラゲソフトはやめていただいていいですか。これいいですか、いただいて。いただきます、ありがとうございます。おー、すごい、白玉きなこ。あ、大丈夫？うん、美味しそう。大好きだけど、あれ栗じゃなくて白玉だったんだね。そうだったんだ。美味しそうだよ、ほら。すごいすごい。早く食べよう。うん、食べましょう。あ、もうダラダラ？うん。美味しい。すごい量だね。それおいくら万円でした？640円。あ、なかなか課金しましたね。でも。でも盛りがすごいね。すごい大きいの。うん。一人で食べるの大変。すごいよ。うん、あ、写真撮るの忘れた。あ、さすがインスタグラマー。もうこのざまです。何これ、何ですかこれ。女の薬入荷しました。何の薬でしょう。はい、はい、以上青島神社でございました。ありがとうございました。我々来た頃ガラガラだったんですけど、もう、ね、こんなに駐車場がいっぱいです。ここは無料なんですけども、はい、あの中山競馬場付近みたいに有料駐車場が点在してます、うん、だここ来てみて空いてなかったら有料かな。そうだね、あのスッと有料行かないようにお気をつけください。青島参道南広場というところが一応無料で止められます。次の目的地は高千穂峡でございます、はい、昨日夜で見れなかった宮崎の風景でございますね。うん、こんなに綺麗なお道だったんですね。結構雨が降ってきました。降ってきた。ギリギリセーフでしたね。よかった、来る前に青島が回れて。ねえ、よかったね、本当に。ルーちゃんがかわいそうだもんね。そうなんだよね、びしょびしょになっちゃうから。さあ、これで高千穂に着いたらこの雨が止んでればいいんですけどね。ね、期待しましょう。はい、それでは九州自動車道宮崎インターから乗ります。はい、九州自動車道